サブシーケンスはフィモーラに搭載された革新的な新機能だよ。動画編集の方法をガラッと変える強力な機能なので、ぜひ最後までチェックしてね。皆さんこんにちは、ワンダーシュアフィモーラのクロエです。あなたのクリエイティブを加速させて動画編集を始めよう。今日はサブシーケンス機能を使った3つの編集方法を紹介するよ。早速始めていくから、まだフィモーラ13をダウンロードしていない方はfimora.wondershare.jp もしくは概要欄の URL からダウンロードしてね。それじゃあ始めよう。サブシーケンスの最もポピュラーな使い方はシーケンス編集だよ。3カ国への旅行モンタージュ動画を作る例を見てみよう。プロジェクトを国ごとに3つのシーンに分けて配置するよ。それぞれのシーンをサブシーケンス化すると個別に編集することができるんだ。この機能のいいところは、トラックを好きなだけ使えるのにもかかわらず、メインタイムラインはきれいに整理された状態をキープできること。3つのシーンを大まかに編集できたら、メインタイムラインに戻って全体的な編集を加えていくよ。モンタージュ作品を作るときは流れとリズムが重要だよね。サブシーケンスを使えば各シーンを簡単に入れ替えて見直すことができるんだ。これでベストな順番を見つけられるね。いつでもそれぞれのシーン編集に戻って変更を加えることができるよ。サブシーケンスの活用アイデア2つ目は色補正。時短にもなるこの方法では、いつも通りの方法で各シーンを場所ごとに分けておくね。メインタイムラインからサブシーケンスに直接色補正をかけていくよ。この機能の最大の利点は、サブシーケンス内のクリップすべてにまとめてエフェクトを適用できること。後から調整したい時も簡単だね。もちろんサブシーケンスに移動して各シーンを微調整してもいいね。このワークフローなら各シーンの色を個別に管理できるし、いつでも細かい調整ができるんだ。素晴らしいでしょ。最後にサブシーケンスを使ってビジュアルエフェクトを作ることもできるんだ。被写体がモニター上で他のことをしているように見せる画面置き換え効果を作ってみよう。まずベースレイヤーと画面置き換えレイヤーの2つを用意してね。次に画面置き換えレイヤーをサブシーケンスに変換。メインタイムラインでは置き換えレイヤー全体の位置や大きさの調整が簡単にできるから、より馴染むようにエフェクトを追加することもできるよ。より自然に見えるようにサブシーケンス内で反射光のようなエフェクトを追加してみよう。この編集方法の一番のメリットは、どのタイミングでも画面の内容を変更できて自動的にメインタイムラインに反映されること。もっと効率的なワークフローを実現したければ、 AI 音楽ジェネレーターを使ってみるのはどう？この動画をチェックしてね。他にもサブシーケンスの便利な活用方法を知っていたら、ぜひコメントでシェアしてね。新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録を忘れずに。 Keep creating! また次回の動画でお会いしましょう。